にちは、デリシキッチンです。フォンダンショコラを作っていきましょう。まずボウルにブラックチョコレート1枚を割り入れて、その中に無塩バター 30g を加えていきます。それをふわっとラップをして600ワットのレンジで30秒から40秒加熱していきましょう。ゴムベラなどで滑らかになるまで混ぜていきます。そこに砂糖 10g を加えて、さらによく混ぜていきましょう。砂糖が見えなくなってきたら、その中に卵1個割り入れて、泡立て器などでまたよく混ぜていきます。そこに小麦粉 10g をふるいにかけて入れていきましょう。泡立て器などでさっくりと混ぜていきます。生地ができたら、それを耐熱容器の中に入れていきましょう。生地を加えたら、その真ん中にプリフチョコレート2個分 20g 程度を加えていきます。それを天板の上に乗せて、180度に予熱したオーブンで15分焼いたら完成です。いかがでしたか？ありがとうございました。バイバイ。